送る。早い。先ほどの少女以上の瞬発力。マイフレンド、逆もまたしかり。怒りで呪力を乱し、実力を発揮できず。だがその怒り、お前には余る。今は収めろ。雲一つね。サンキューソーマッチ、ベストフレンド。黒線を狙って出せる術師は存在しない。天と地ほどの差がある。打撃との誤差 0.00001 秒以内に黒線。今のが黒線。お前は今まで口に入れたことのない食材を3秒前の自分とは別次元に立っている。その他大勢とは何か違う。治んのか。さあ調理を始めようか。多少本気を出した方が良さそうだ。重い。トド、もっとタイミングを合わせよう。だがブラザー、花見はさ、もっと正直になりない。戦いという今現在をもっと楽しんだ方がいいと思うよ。気づけば欺き、たぶらかし、殺し、俺たちは理性を獲得したかもしれない。その割合は他人にとやかく言われるもんじゃないけどさ、本当はもっと強いんじゃない。あれだけの呪力消費。楽しんでいます。では俺の術式を解禁する。年上だろうと生意気は生意気、その瞬間にゴングは鳴ってんのさ。面白くなんてない。どんな女がタイプかな。俺の術式を解禁する。止まるな、俺を信じろ。オッケー、二つね。木の鞠、一つの鞠から一、二本の攻撃。お花畑、気が緩んでしまうようだが、さっきの負傷で気付きが効いてる。だがどんな術式も発動させなければいいだけのこと。ビクトリー、お前がいるから。あっ、うん、シンプルゆえに厄介な術式。発動条件だ。私と入れ替わるか。またあれが来る。連続またはその日のうちでないと難しいでしょう。普段意図的に行っている呪力操作が呼吸のように自然に巡る。運が良かっただけですよ。黒線、黒線、黒線。三連ちゃん変わっていない。退屈が裏返る予感。さっきの黒線ラッシュが効いている。払えるさ。衰えることのない戦いの優越。俺をかばって。心配無用さ、ブラザー。
ちゃん。伏黒くんの種子はちょっと成長してたよね。でも相手は呪霊だよ。一番可能性が高いのも直前で呪力を解いた。感謝の意を伝えねば。ブミヨミの術式対象について、式は呪骸などの無生物にも有効だ。つまり答えはここにはあれが眠っている。顔面の木が格段に脆い。私の左腕は植物の命を奪い、できることなら使いたくはなく。ならばどうするか。領域転移。財布を作ろう。カレー臭たっぷりのな。勘違いじゃなさそうね。あれ？いいでしょう。これ重蔵が作ってくれたんだ。金とんぞ。あんたのどこに金。変わらず規格外だな。イエーイ、一件落着。花見は無事かな。任務